当に悲しい。めちゃめちゃ見たかった。めちゃ見たかった。今蜂の巣ダンスやりたいなって思った。超楽しそうだった。超やりたい蜂の巣ダンス。ゴルラ似合ってたよ。イエーイ。そう昨日のレッスン着ゴルラ着た。そしたらスズランさんが写真撮ってくれて、ツイッターとインスタに載せてくれた。コール勉強しなきゃ。あれコール難しいよね絶対。びっくりした。みんなすごい完璧で、そうチームメイトさんのね曲めっちゃ可愛かった。可愛いよね。もうちょっと色なんか二つ話が混ざってる。そうスズランさん嬉しい。あとは太宰治も読んだかを、私はあのやることなんかメールにも書いたんだけど、やるってしてたんですよ。だからやばい見たいって思って、もともとめっちゃ好きな曲だから見たいって思ってそれまでに、その日まだ行けるか分かんなかったから見学に、だからいやなんか予習して一生聞いてた。だから完璧、感動して泣いた。衣装も可愛かった。あ、もうダメだ、ポテト冷めちゃった。どれ食べよう。冷めちゃった。そう NMB さんの大学合格した、おめでとう。まゆちゃんおめでとう。会いに来てね。後ろのキャリーこれもう一生使わないし、使ってないやつです。もっとね可愛いの使ってる。つか握手楽しみ。でも無理しないで、皆さん体調が少しでも悪いと思ったらね、お休みすることも大事ですからね。でも来れる方楽しみにしてます。大阪、そうマスクするとか予防をねちゃんとしてね。乳酸菌もいいですからね。乳酸菌とマスクと手洗いうがいとクレベリンね。そうマスクって全員になったの結局分かんないけど、今回のウイルスは自覚症状出にくい。そうなの。でもお腹が痛くなるらしいよ最初に。もうね昨日情報をめちゃめちゃ得たんだよ、いろんな人から。メンバーをマスクする場合がある。あそうなんだ、場合があるなんだ。どうしよう、どうするんだろうみんなじゃあマスクね、あとねここにつけたやつはもうね使えないからね。マスクしてねみんな。いや強制じゃないけど、そう少しでもね体調が悪いと思ったら、残念だけどその日は。よし、マスクしたらメイク崩れる。それ本当にそれだよね。でももう外さないって思えば大丈夫じゃね。
なんかお話ありますか？マスクは漏れる、わかる。こうだもんね。私マスクでやろうかな、漏れるから。花粉用は効果ない。そう、ピッターは効果ないよ、みんな。みんな、みんなピッターは効果ないから気をつけて。マスク売り切れだったね。ピッタはね、花粉とか、花粉となんとか用らしいよ。なんかウイルスを防ぐ効果はないらしい。メールで画像提供、そう、あれだけね、あれだけ使って OK。 あの下に普通のマスク、え、昨日姫たんがやってた姫たんがピッタの上に普通のマスクやってたでしょ。乳酸菌これもらったんだけどね。マスク私も家にあるわ。こんばんは、いつも応援してます、ありがとうございます。イエイ。そう、手洗いも大事。そう、二重で着てた、してた。 R1 もいいよ。 R1 箱である、家に。人はなぜ生まれるのだろう。 R1 いいよ絶対。カレーズポさんが言ってた。うめ。いつか死んでしまうのに。マスクは車に乗る、素晴らしい。明日で JK 最後の授業。え、早っ。そんな早いんや。もうそんな時期、今日何日？1月か。梅昆布。へえ。じゃあもう春休みってこと？いいな。あ、受験か。まだ受験終わってない？終わった？でも春休みか。いいね。楽しんで。こんばんは。みんな見てる？何か最近の出来事でお話しすることあるかな。韓国旅行行ってくるのいいな。いちご飴食べてね。いちご飴、韓国にね、美味しいね、でっかいのがあるんだって。いっぱい買った服は春物、え、どうだろう、まあ、春かな。でも握手会でしか着れないようなやつだったかな。そうでもないか。でもいろいろ冬ではないかな。いいな、韓国料理食べたい。コンサートのリハは楽しいですよ来ないと損。私はめちゃめちゃ楽しみなんだ楽しみなんですよ本当にね、マジでね、本当にね、もうね、私はね全部楽しみなんだけど、一曲本当に本当に本当に楽しみな曲があって、楽しみです。みんな来ないと損ですよ。エコパ、エコパ来てね。 K2 ライブの感想いっぱいある、いっぱいある。絶対ね、全員の話できる。 K2 さん全員の話できる。いい曲来たんだね。来たって何？来たとは来た
日とは何？本当に楽しみだなって気持ち。まだ見てないけど。K2 ライブの感想めちゃめちゃか面白かった。楽しかった。なんかね、どうやって話せばいいんだろう。本当に全員の話できる。もう私は K2 の先輩たちが夜遅くまでずっと練習してるの見てすごい刺激を受けた。エゴさんの誰かの耳かっこよすぎて、なんか前から思ってたんだけど、かっこよかったよね。なんか違うの、なんかかなんて言うんだろう、違う、なんか違った違った、なんていうの、なんかさ、エゴさんってさめちゃめちゃなんかふわふわしててさ可愛いって感じじゃないですか。なんていうんだろう、普通に立ってたらそしたら、でもめちゃめちゃなんていうの、かっこよくて、ダンスが全力で、それを見てね、私はね好きになったんだけどね、エゴさんのことは。前昔の公演を見てめちゃめちゃかっこよかった。なんかギャップ、 SKE って感じ。エゴさんかっこいい。かっこいい、かっこいいし、かわいいんだけど、かっこいいって、かっこいい先輩って感じ。チノスダンス私一番好き、なんか好きかもしれない、セットリストの中でチノスダンス。水木さんかっこよかった。水木さん全部の曲、全部の曲めっちゃ見ちゃった。ダンス曲とか特に水木さんってかっこいいよね。なんかかっこよかった軽い、 なんでそんな動きできるのみたいな。かっこよかった。かそれからさ公園のテレとか見ててもめっちゃ柚木さん見ちゃう。もう反応しなくなったわこれ。日高会なんてあるのラブリンさんやばい、ラブリンさんはやばい。そうでもなんかでセットリスト先に見てたから、見てたっていうか見ちゃったから見ちゃったっていうか見たんだけど、ジッパーやるっていうのは知ってたんだけど、もうなんかすごかったもん。なんかアミちゃんがずっと叫んでたアミちゃんが後ろでずっと叫んでた。めちゃめちゃスタイルいいよね。フェスナの時から思ってたけどすごかった。
しかもゆずきさんもゆきさんもスタイルいいから。さみちゃんさんと違うね、叫んでた。ジッパー始まった瞬間、マジマジって言って、ちょっとね、騒いでた。すごい、この昆布、でか。太宰治の時もね、アミちゃんと騒いでた。そうそうだ、なんかキミちゃんとキミちゃんとアミちゃんと一緒に行ったんだけど、差し入れをねなんか買ってこうって言ってね、でもなんかあんま高いものだとなんとかだからみたいな感じになって、なんかちっちゃいチョコみたいな、チロルチョコなんだけどをなんかこういっぱい箱に入ってるみたいな、カップにいっぱい入ってるみたいなやつをね、これでいっかって言ってね、これでいっかって、これでいっかっていうか、なんていうの、これにしようって、なんかいっぱい名古屋駅とかも探したんだけど、これにしようって言って、これめっちゃいいじゃんって言ってね、持ってったの。でもさ、なんていうの、差し入れってもっと本当はさ、なんていうんだろう、デパートのお菓子とかそういうものの方がいいのかなってさ思うじゃないですか、クッキーとかね、マカロンとか。でもこんな、だなんか私たちはこんなものを買ってきてしまったって思ってだからなんか他の先輩たちはすごいなんかいい差し入れをね持ってたんですよ。やばいって3人でもうやばい焦ってたんだけどそしたらね、それをね置いたの、黒島青香堀岡本からですみたいな、お疲れ様ですみたいな書いて置いてたの。そしたらさ、開演前にね、奈緒さんがめっちゃそれ漁って、めっちゃ可愛かったんですよ、いちごマシュマロあるみたいな、可愛くない、めっちゃね漁ってね一番に取ってってくれてね、それで私たちは安心したのとね、嬉しかったんでね騒いでた。めっちゃなんかうるさかったみたい、見張ってたというかなんか待ってる場所の目の前だったの。チロルチョコ何味が好き、何味があるの、でもきなこ餅とか好き、でもいちごマシュマロは食べたことないから食べてみようって思ったなんだろう、でもなんか最近昔あったのとか、あ、これ懐かしい、この白いクッキーみたいなやつ、あのヤングドーナツはキミちゃんにヤングドーナツはどうって言ったのねそしたらそれはなんかナオさん宛てみたいになるからやめようって言ってやめちゃった。本当に楽しかった。そう、ゼップ初めて行ったんですよ。行ったことなくて。感じです。めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ綺麗な形できた。
となんかお話あるかな。もう1月終わるじゃん。前髪いい感じだよね。ももたん、ももたんとみっちゃんとアイス食べた昨日レッスンあって。早いっすね。1月も終わりですよ。早い。1年前何言ってたかと言いますと、リハーサルなんだけど、私は明日でなおさん好きになってから1年です。1月早かった。それな、確かに。でも1年めっちゃ前って言われたらめっちゃ前に感じる。あれ何、お正月。笑った。わらわらわら。おすすめコンビニ、おすすめアイスは、最近はあのセブンイレブンのなんか杏仁いちごタピオカみたいなやつ。そんなもんだ。そう、私 SK 入ってから好きになったから10年ぐらいちょうど。明日です。明日1月31日です。覚えてください。懐かしい。山餅もうすぐ劇場デビュー一周年。本当だ、確かに2月14ですよね。で多分みんな覚えやすい、バレンタインだから。バレンタイン、あれもチョコの奴隷とワンツースリーフォーよろしくもやったんだよね。覚えました。素晴らしい。懐かしい。1年なんだ。もうその日バッタバタすぎて写真一枚もないし、一枚もないし、何なんて言うんだろう、もう覚えてない、記憶ない、記憶ないけど、ナルピーさんとユナナさんが公演実況してたのは覚えてる。あとルーさんがいた。個別初めて行きます、楽しみ、イエーイ、楽しみ。初めましてですね。こちらこそよろしくお願いします。明日 JK 最後のお昼ご飯やからチョコフォンデュ、いいな。チョコフォンデュって上からさ垂れてくるやつだよね。楽しそう、いいな。はじめまして、嬉しい。公演、公演やっぱあった方がいいですよね。公演やりたいな。あー悲しい。公演やりたいな。青ヶとかマジ一生やってないよね。やりたいな。これハートじゃない、ナイキ。昨日谷さんに出てたナイキ。そうリハ中もずっとね、踊ってる人に向かってね指ハートしてた。偶然ですね。シンガルズコーンやりたい。誕生月なのに超えない。え、2月ですか。1月2月の お客様セーターがいつかあったらいいですね。あるか、いつだろう。何公演でやるかわかんないけど。みおさん、ハートありがとうございます。いっぱい。3000人だ。イエイ。逆セーター、どこがやるんだろう。11月、12月はどこだった ?K2 かな。あれ、11月、12月やった、やったか。やったじゃん、やってたか。お客様セーターいつでしょう、果たして。うん、風が来る。
なんか話すことあるっけ。明日は行って。ポテトサラダは温まった。ポテトサラダって温めなくない？冷たいものじゃないの？今日はブログの日じゃない、明日です。ラーメンって吸うものなの？ラーメン吸ったことない猫さんはラーメンが吸えませんが、まやちゃん吸える？ラーメンってどうやって吸うんだろう。そう、コナと同じ日、ブログ。電子レンジは無事ですか？ラーメンってこうやって食べるラーメンってでもあんま食べないな。私もつ鍋食べたいんですよ今。もつ鍋食べたい、もつ鍋食べたい。あとはね、焼肉食べたい。もうね、安いのでいいから食べたいいつもおつまこんのブログの2日後。そう、私マコピの2日後です。 4日目の4個目の人だから、カイニャンとフユちゃんとココナと一緒。つ鍋食べたいよ。焼肉も行きたいし、焼肉いつから行ってないかな。あれかな、前キミちゃんとアイリちゃんと行ってから行ってない気がする。お鍋食べたい。もつ鍋食べたことない私。つ鍋、お鍋はねこの間ね温野菜行った、みんなでお渡し会の後みんなで温野菜行った。ケツの焼肉したら、それな、絶対美味しい。あれはキミちゃんは金欠ってさっき言った。マジ9期全員金欠、知らんけど少なくとも私と青海は金欠カコさんもつ鍋ですね。ホルモン好きだよね、カコさん。いいな、もつ鍋。そう、青海も金欠らしい。金欠っていうか、なんて言うんだろう。まあそんなもんよね。服いっぱい買っちゃったし、ほらこれ池田あかりさんのやつ届いたし、届いたよ。早い。
カリッペの人だ、吉田あかりさん。カリッペもね使ってる最近ずっと。カタログ、そう、今度来ます、握手会で。コナさんと同じ？これ？コナもこの色なのかな？これかわいい。エゴさんと一緒だった、私多分色も。かわいい。さやかちゃんかと思ったら違ったこの人見たことあるハート、ありがとうございます。あと13分です。そう、これ多分エボさんとお揃いな気がする。赤ちゃんのモチベがすごく高いです。それは素晴らしいことですね。じゃあ握手会に会いに行きましょう。2月12までかな、次の締め切りは。服ね、2月にはツインテールして、なんかワンピースみたいなの着て、2月8か9に制服着て、2月23になんか可愛い服着て3月29日にもなんかやばい服着ます。晩ご飯は、ね、今食べてたんだけど冷めたからね冷めたからね、痛いよ。後でね、温める。今ね足がね麻痺して、ね、立てなかった。立とうとしたらボキって言った。そう、やばい服着ます着けるで、3月にもう一回多分制服着る、どっかで。3月29日、本当、え、当日なんだ。じゃあどうしよう。じゃあ写真載せるのやめようっとわかんないけど、まあ全部やばい服ってことでいっぱい着てね来てね。上辺に写真載せて、どうしようかな。どうしよう。載せないって言ったら来てくれますか。夜ご飯？ポテト。セブンのポテト。栄養が、絶対みんな栄養なんて考えて食事してないでしょなんで私にばっかり言うの。みんな絶対栄養考えてないで食事してるでしょやっぱさ、でもさ、実家とかさ行くとさ、多分みんなさ栄養あるものもさ親が食べさせてくれるかもしれないけど、一人暮らしだとさ食べれなくない、栄養あるもの。みんな一人暮らしですか。
やばい服ってココナさんのちくわとか。さあどうでしょう、ちくわかもしれないちくわかもしれない。野菜ジュース頼みわかる。うどんともやしで生活めっちゃいいやん。え、もやしのさ美味しい食べ方とかさ、あとえのきの美味しい食べ方をね最近調べて、えのき食べたいんだよね。もやしナムル美味しいよね。まあみんな体調に気をつけてください。4月31日だ。明日は料理はしないです。外食は一人ではしない。昨日したかな、一昨日したかな、昨日か一昨日か分かんない、昨日一昨日だ、一昨日キミちゃんときしめん食べてカレー食べた。お昼と夜どっちもね一緒に食べた。何時何分に大富豪、大富豪どうしよう、昨日やってないんです。大富豪はじゃあ今日の10時15分です。待って、ちょっともうちょっと頻度増やそう。でもさ、なんかさ5分後とかにしてもいいんだけどさ、万が一終わんなかった時が怖くない？5分で終わるかな、終わんない時あるよね絶対。でも10分と長いからな、10分だと長くて忘れちゃうんだよねだからどうしよう、私大富豪じゃないと思う、多分貧民。5分で終わる？そびえで終わる時もあるけど、長かったらさもう狂っちゃうじゃんそこで。大富豪しながら配信はねできないんです、携帯が1個しかないから。5分なら終わる、じゃあ5分でいっか。まあ合わなかったら次の時にやる。5分、じゃあ5分10分15分20分、あ5分10分15分35 30 30 35 40、どう？5 6回覚えましたか？ちょっと紙、怖いな、紙ない、紙ないっす、紙がないです紙がないから書けないんだけど、5分10分15分30 30 35 40、謎の15分休憩、メールまだ書いてないから書く。ガサガサできる今日絶対覚えた？みんな覚えました？5分10分15分30 35 40ね。了解です。ももたんかわいいよね。ももたんね、握手会須田さんの隣のレーンだったんだよ予告しなきゃいけないのがサガサするとき知らんかった。桃太のときめき持ってる。桃
ったの、私めっちゃ持ってるよ、ウキウキのときめき。見て、髪短いでしょ。桃田、誰だ、青海のときめき、キミちゃんのときめき、キャノンティーのときめき、カイナのときめき、サヤカちゃん、イリュウシマサヤカちゃんのときめき、マコピーも持ってないかもしれない。あとね、ココナの、ココナはきらめきある。あとね、エナちゃんのときめきもある。桃田もある。中坂はなんか違うやアカウントで持ってる。すごくない？ほぼ持ってる。ナイアンはくれない。ナイアンくれない。ちょっとね、なんかさ、誰かのさ、急きみんなイベント頑張ってるからさ、誰かのに設定しようかなって思って、なんかやってる人多すぎてさ、誰を応援したらいいか分かんなくてさ、そう、先輩ののさ入れようかな、デッキに入れようかなって思ったんだけど、なんか誰を応援したらいいか分かんなくて、自分のでや、自分のか直さんのか忘れちゃったけど、今やっちゃってる。忖度してくださいって、それユッチでしょ、ユッチ。フレンド欄で見た。ナルピーさんのときめき持ってない。こっちゃんのときめき持ってる。こっちゃんとマリンさんと里加穂さんのときめき持ってる。私もメンバーに会えるかな今日。だってもうすぐイベント終わるよね、予選の。頑張ってほしいな。え、アーヤのときめきもあります。写真にしてチキホルに。え、知ってる、その人お渡し会来たでしょ。お渡し会だっけ、なんかいたよね。わかる。ゆずきさんのときめきマジ5人ぐらいしか持ってないやろ。5人は嘘。あと2分だ。あと2分。明日は、明日ショールームするか分かんないけど、じゃあまあ大富豪はさ6回やるんで、5分10分15分と30分35分40分ね、お願いします。会えますように。ちょっとまだあと2分あった。そう、髪切ったよみんな、気づいたらすごい。まあね、次の握手会は2月2日ということで、体調には皆さん気をつけて元気に生きていきましょう。明日は、明日は1年記念日ということで、会えるといいな。あと30秒です。風邪ひかないようにね、みんな体調気をつけて、手洗い、うがい、マスク、乳酸菌、グレベリン。大富豪で会いましょう。あと15分ある。メールもあと 2通送るから見てね、多分2通。あと携帯拭くといいよ、携帯拭くといいよ。